ソーシャルメディアに多くの時間を費やしていませんかインスタグラムの開発者は若いユーザーにそのことに気づいてほしいと述べていますインスタグラムをスクロールしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます子供もたちにとってはなおさらです子供もたちは携帯電話やソーシャルメディアのプラットフォームに夢中になります もうすぐ、親は自分の子供がどれだけの時間をインスタグラムに費やしているかを知ることができるようになります。インスタグラムは12月7日、保護者向けの新機能を発表しました。アプリの使用時間があらかじめ設定された一定時間に達すると、10代の若いユーザーにも通知を送り、一度休憩を入れるよう促すというものです。インスタグラムの最高経営責任者は、 変更点を説明する動画を自身のツイッターアカウントで公開しましたこれはちなみにインスタグラムをより快適にご利用いただくための幅広い取り組みの一環であります最終的に自分にとって何がベストなのかはあなた自身がよくわかっているはずです専門家はソーシャルメディアの使いすぎは若年層に悪影響を与える可能性があると指摘します 孤独感、不安感、うつなどの話はよく耳にしますさらには、私たちが関わっている10代や若い世代に共通して見られるのが異常なまでの完璧主義であります彼らは失敗することをとても恐れる世界に生きているのですしかし、この新機能が発表されたタイミングは意図的なものだと思われています。12月8日イスタグラムの CEO モセリ氏が 上院の委員会で証言を行いました議会で証言を行う前日というタイミングを考えると、これはメンタルヘルスやセキュリティのためというより、連邦政府のスポットライトを浴びながらステージに立ち、自分たちの実績を誇示するためのものに過ぎないと、非難する人も多いでしょう。内部告発者の報告によると、Facebook と Instagram は。 自社のアプリが子どもたちや10代の若者に与えている有害な影響のことを知っているとのことです。NTD ジャパンがお伝えしました。